はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでモアピーさん、モアピーさん。はい、ボーマンメガを合計5個ですね。はい、OK です。ここ。はい。じゃあ、ちょっと狭いな。こうだな。はい、じゃあ開けていきます。で、発送は明日になりますので、お受け取りよろしくお願いします。いや、今日もめちゃくちゃ忙しくて、8時過ぎぐらいにはもう出勤して仕事を開始したんですけど、あ、そうだ。こっちの4パックは開封しませんので、ご自身でね、メガボックスの場合はいつもこういうスタイルです。メガ限定のパックだけ開封します。あっちの4パックまで開けてると、多分 PB が4日間ぐらいかかる、3日間ぐらいかかっちゃうかなっていう。時間かかっちゃうので。はい。じゃあまずはね、ルーキー、あ、色付き来てます。誰でしょうか。はい。ウィルソン・コントレラスさんですね。225。アクア。はい。シリアルが来ました。ジャンさん、アクーニャ、リベラト。今年は片方で、これ2パック入ってるじゃないですか。片方でシリアル来てもこっちでサイン出る場合ありますね。例年は片方はインサートで、で、片方のパックは流動っていう、外れか、シリアルかサインかっていう感じだったんですよね。今年は、なんか、ね、そう考えると案外、センサー数は増えてるけど、買いかもしれない。当たると、ワンオートワンシリアル、箱で出てくる可能性もある。というわけで。はい、二つ目。また、千賀さん、吉田さんあたりがね、ポンポンと出てくれればいいんですけど、目当ての選手は、なんか、10箱1ぐらいかなっていう感じですね。あ、色ついてる。青。150。あ、ルーキーですね。ミゲル・バルガスさん。150。ルーキー99年生まれ。キューバの方だ。はい。結構ドジャースはキューバの方取りますよね。イライジャ・グリーン、ホール。2箱連続、イロリフが来てますね。ファースト、ファースト、インサート、ページ。で、アルバレスと、ファースト。ファーストが、なんかファーストとルーキーが結構出やすい印象です。今日ずっと PB してた。これ三つ目です。はい。ファースト。ファーストですね。インサートでした。キャロル。で、トラウト。ホルケ。うん。ファーストがやっぱなんか多い。ボーマーのホビーって開けました？マジャンボでも。こんなにファーストって光りました？クローム系で。なんかすごいですよね、ほら。ね。こんなにファーストのクロームで光もんって出ないよね、普通。はい、4つ目ですね。今、3の2ですね。シリアルが。まあ、シリアル自体がなんか4、5箱1ぐらいな。例年だと3、4箱1ぐらいのイメージでしたけど、今年は生産数もあるから、4、5箱1、3、4だったと思ってたのが、4、5箱1ぐらいかなという印象ではあるんですけど、その、2パックでね、シリアルが出て、で、サインが出てっていうパターンがあったので、そう考えるとね、っていう、うん。インサートは2番目、あ、インサートが2番目に入ってて、下グリーン。
サインリーチ？サインじゃなかったらちょっと申し訳ないんで。あ、サインじゃないわ。はい。アランダさん。ジョナサン・アランダさんです。99。うん、はい。メキシコの方だ。おー。これでシリアル3です。今4の3になりました。ペグウェブさん。で、ラスト。普通に考えたら全然ありですよね。まあ狙いがサインだとやっぱり、うん。二つかな。これ取っとこうか。よいしょ。片方はもう、5箱だとちょうどパン、ね、いっぱいになるんで。紙、ボーマンのパックが。はい、5箱目です。あ、吉田さん来た、よかった。あ、ゴールド。ゴールド。誰だろう。大谷さん、はい。おー、金の大谷さん来ました。いいっすねー。もうちょ、谷さんですね。はい。いやー、最高っすね。うん。今日もうちょっと閉店時間とっくに過ぎてて。さすがにここでもう、今日終わらないと、明日出勤できねえなって。店長ももう年なんで。はい。いい締めでしたね。はい、大谷さんの金来ました。はい。でもこっからまだあと動画を、はい、十何本、20本近くアップしないといけないっていう。ミッチェル、ロドリゲスとロハス。いやでも結構労働時間としてはかなり大変な職業ですね。まあ従業員雇えばあれですけど。雇うといろいろある業界ですからね、これね。はい、ああ、ということで5箱ですごいですね。シリアル4、5箱で。で、1、吉田さん。で、一番小尻の金で、魔女谷さんですね。すごい。よいしょ。はい。はい。うん。225-150-99。吉田さん。モジョタニさん。となりました。いやー、ありですね。うん。OK です。はい。はい。スクショいただきました。ということで、こちらで明日の発送になります。またチャレンジしてください。ありがとうございました。